敵は神。己の野望のためならば神とも戦うまで。世紀末覇王とならんとする乱世の凶暴性ラオウ。己の野望に立ちふさがる者を荒ぶる拳で砕き進む。今ここにもう一つの伝説が始まろうとしている。北斗2000年の歴史の中に生きる言い伝えがある。互角の剣を持つ強者相戦う時、その両者の頭上に希少性輝くと。後悔せんか。自ら望んで選んだ道、ためらいもない。今私はあなたを超える。さあ、宿命の幕を閉じよう。レディーゴー。奥義で葬ろう。転送久しぶりだな。レディーゴー。俺の剣は邪剣ゆえ、種明かしは一回切りよ。激撃開始しろ。地獄へ行くはよい。俺は最後の最後まで雲の中佐。かつてのラオウが唯一その存在に恐怖した男、なんと五射星山の不動。鬼神に帰り、ラオウに挑みかかる。不動よ、鬼神となって我と戦え。何故鬼の血を望む。レディーゴー。どうも許さんと。悲しみを知らぬ男に勝利はないのだ。その時はついに来た。我が野望に立ちはだかる最後の北斗神拳継承者ケンシロウ。北斗神拳継承者伝説の最後の対決が今ここに始まる。俺が望んだ天とは貴様だったのかもしれぬ。狂える望郷星、死すべき時は来た。レディーゴー。生き返る時
最後の別れとなるだろう。よかろう。ならば砕いてみせよう。この剣、我が生涯のすべてを込めて受けてみよう。我が前例の剣を。俺も時も同じく目指したあの偉大なる長剣を仰ぐ俺の叶う相手ではなかった。世紀末覇者ラオウの伝説は今より始まるのだ。神に感謝せねばなるまい。我が前にこれだけの男を送り出してくれたことを。